築城450年の飯山城ができまして、昨年いよいよ北陸新幹線飯山駅が開業しました。でさらに今年1月、飯山市文化交流館のナチュラがオープンしまして、これから、過去のこの飯山城の素晴らしい歴史をもとに新たに飯山丸が出陣しようという意気込みを込めた雪像でございます。飯山城から北陸新幹線白鷹が出まして、ナチュラは、他のオリンピックの国立競技場の設計をしました隈研吾さんが設計されているのと一緒でありまして、これから過去に勉強しながら希望ある未来の飯山を象徴したものを作りました。